はい、おはようございます。ガリバー登山記です。本日はですね、葛葉の泉公園へやってきました。広場か、あちらちゃんとトイレもしっかりあります。菩提の泉で給水も可能です。はい、本日はこちらからもちろん葛葉川走行したいと思います。まあ爪までやると辛いし暑いので、富士型の岩だったかなまで行って降りていきたいと思います。連日暑い日が続いております。一応バス停からここまでもう40分で汗だくでございます。ではスタートします。そうかな。
うわ、めっちゃ崩れてる。あ、ここも、ここがすげえ崩れたから、だいぶ景観が変わったな。いやー、沢はこれだから怖いよね。いや、ここもちょっと厳しいな。そっちもちょっとあれだし、巻くか。そっちから行こう。気をつけて巻きましょうか。はい、じゃあツアーとかのラストですね。滝。いや、だいぶ景相が変わってる。やっぱここのところ豪雨とかがあったからすげえ変わってんだろうな。はい、登っていきましょう。うわぁ、変わってる。形が全然違うじゃん。
着。はい、じゃあ橋の下ですね。そこ行ったら離脱できるんですけど、もうちょっと先の富士型の滝まで行きたいと思います。じゃあ行きましょう。ここじゃね、エスケープルート。はい、もうちょっと行きましょう。ここもまっすぐ行けそうですけど、足場がちょっとありそうなんで。ただ一人だとやっぱ怖いんでね、こっちから巻いていきます。はい、富士型の滝到着ですね。いや、なんかもう昔と比べると富士がだいぶ削れてるね。はい、じゃあメロンパンですね。うまっ。いやー、今年もやっぱり猛暑だからなんですかね。ここに来るまで全く昼に見当たりません、昼が見当たりませんでした。うわ、いかん。いつの間にか15時に大雨になってるわ。じゃあ、あんまダラダラせず降りるか。中では一番。怖い箇所かな。舗装路が見えてきました。ここは段差岩を巻き巻きする方が。はい、じゃあエスケープします。よいしょ。はい。うん。はい、オッケー。じゃあここは左へ。
ここじゃなかったかな。あ、あるね、看板。もう草に埋もれてるけど、あれなんだろう、花鳥神社の石碑があるので、そこですね。ここから菩提に降りていきます。うわ、なんだ、通り雨だ。あぶねえ。ほんと沢いるときに雨降ってくると急に水量が増えるから怖えんだよね。いや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 、いや、梅雨は終わったんですけどね。はい、到着。まだ雨降っております。このままずっと降らないよねって思うんだけど、はい、じゃ、クザハの泉に戻ってきました。ちょっとここでも雨がすごいので、はい、まさにここでだけ降っております。いやー、やられた。まあ今濡れてもいい装備だから大丈夫なんだけどね。じゃあ着替えちゃうか。昼いました。気づかないだけだった。他にもいるのかな。一匹だけだと思うけど。こちらに原塩、まぶしてまいります。落ちました。そして、ラジオを持っていきます。はい、じゃあ本日はですね、葛葉川を富士型の滝まで走行してきました。いや、やっぱ気持ちいいですね。沢いいです、こうやって考えると。ただまあ帰った後にいろいろ干したりするのがめんどくさいんですけどね。それさえなければ楽しいんですけどね。はい、じゃあもう最後雨降られましたけれども、とりあえず雨も上がりました。また次の雨が来ると嫌なので、さっさとバスに乗って帰りたいと思います。それでは本日もお疲れ様でした。いや、なんか後ろの方から雷鳴が聞こえるのよね。バスが来ればセーフ、その前に雨が降り出したらアウトだな。